早く来いクラウド。ファイナルファンタジー7リメイクで魔法都市ミッドガルから脱出したクラウドたちは、運命の壁を越えて未知なる荒野への旅に踏み出しました。ここからファイナルファンタジー7リバースが始まります。新たな旅に踏み出したクラウドたちの冒険の舞台となるのは広大なワールドマップです。ワールドマップはシームレスにつながった複数のエリアで構成されています。グラスランドエリア、ミッドガルの南方に位置しており、クラウドたちの冒険が始まるエリアです。ジュノンエリア、シンラを象徴とする大都市の一つである要塞都市ジュノンがあります。ホレルエリア、海岸地帯の北部にはコスタデルソルがあり、砂漠地帯の南部にはアンダーソーサーやゴールドソーサーがあります。ゴンガガエリア、ザックスの故郷であるゴンガガ村があり、爆発事故を起こした魔鉱炉が残されています。コスモエリア、レッドサーティーンの故郷であるコスモキャニオンがあります。ニブルエリア、クラウドとティファの故郷であるニブルヘイムがあり、ヴィンセントが眠る神羅屋敷もあります。冒険の舞台は海へと広がっていきます。ワールドマップの探索要素を紹介します。一つ目はワールドレポートです。チャドリーから依頼を受け、世界各地を調査解明し、得た知識でマテリア開発を行います。調査内容は多彩で、チョコボを捕まえたり、モーグリハウスでモーグリたちと遊んだり、また世界各地の召喚の祠をめぐり召喚獣の知識を解明したり、強敵モンスターの討伐なども行います。さらに未知のエネルギー物質エンシェントマターを調査する依頼では、豪華キャラクターたちが登場するオリジナルストーリーが用意されており、多彩なミニゲームや多くの強敵たちがプレイヤーの挑戦を待っています。世界中に散らばったエンシェントマターを集めていくことで、物語は新たな展開へとつながっていくことでしょう。2つ目がクエストです。世界観やキャラクターを深掘る体験をしたいプレイヤーにはクエストがおすすめです。クラウドが何でも屋として世界各地の困っている人々から依頼を受け、仲間たちと協力して解決をしていきます。クエストの進行を通してクラウドと仲間たちの絆がさらに深まっていくことでしょう。各クエストにはオリジナルストーリーが用意されており、ジョニーなど原作の FF7 からの要素をテーマとするクエストもあれば、今作のオリジナルな要素をテーマとするクエストもあったりと、数多くのクエストが世界各地で発生します。またやり残したクエストはメインストーリーが進行しても体験の機会が失われることはありません。いつでも戻って再開することが可能ですので、安心してメインストーリーをプレイすることができます。さらにミニゲームはワールドレポートやクエスト以外の場所でも数多く用意されています。 3D バトラー、 G バイク、チョコボレースといった原作 FF7 でも人気の高いゴールドソーサーのミニゲームも再創作されていますし、前作のミニゲームを進化させたものや今作のオリジナルミニゲームとして新たに追加されているものも多数あります。原作でメインストーリーに組み込まれていたミニゲームに関してはさらにスケールアップして本作で登場しますのでご期待ください。また特におすすめのミニゲームの一つとしてクイーンズブラッドと呼ばれるカードゲームがあります。ゲーム序盤から終盤まで継続して楽しむことができますので、
多くのカードを収集してオリジナルデッキを構築してみてください。セフィロスは黒マテリア使うはず。止められるのは私だけ、セトラだけなの。もちろん今作の魅力はワールドマップの探索だけにとどまりません。シネマティックなゲーム体験は前作以上のボリュームとクオリティで制作を行いました。今作はミッドガルを脱出したクラウドたちがワスラルル都までを冒険するストーリーとして描いており、ゲーム最後のエアリスの運命に向かう新たな旅の中で仲間たちの絆を丁寧に表現しております。ゲームをクリアする頃にはどの作品よりも主人公たちの感情を近くに感じられることをお約束します。グラフィックについても紹介します。今作ではプレイステーション5の SSD を最大限に活用することで高品質なグラフィックアセットを瞬時に読み込むことが可能になり、前作からグラフィックの密度大幅に進化しています。 60fps を重要視したパフォーマンスモード、4K を重要視したグラフィックモード、それぞれに対応しておりますのでお好みのモードを利用してください。キャラクターごとの個性についても説明します。バレットの射撃、ユフィの鍵縄、ティファのワイヤーガン、レッドサーティーンの壁柱、ケットシーの物を掴んで投げる、エアリスのライフストリーム操作、仲間たちの個性がストーリー攻略を大きくサポートしてくれます。ミュージックです。原作 FF7 のオリジナル曲のメロディーは大事にしつつも、今作のゲームのシーンに合わせて挑戦的でかつ自由な発想でアレンジを心がけています。ではちょっとだけお聞きください。いかがでしたでしょうか。新たに400曲を優に超える数を収録しておりますので、ぜひゲームで体験してみてください。この度はブロンコ海軍をご利用いただき誠にありがとうございました。主人公たちの絆はストーリーだけでなくゲームシステムにも組み込まれています。ユーザーの選択やゲーム体験の結果によって仲間たちのクラウドへの好感度は日々変化をしていきます。もちろん好感度はファンの多くが期待しているゴンドラのデートイベントにも影響を与えます。原作にはなかったデート相手が新たに加わったりもしており、ゴンドラのデートイベントが作り込まれているのはもちろんですが、ゴールドソーサー内でのデート自体が非常に豪華な演出の連続になっておりますので、今作で最も期待してほしいポイントの一つとなっています。プレイヤーの皆さんは誰とのデートを期待していますか。気になる相手とデートができることを願っております。クラウドと仲間たちの好感度だけではなく、パーティー全体の絆もゲームシステムで表現されています。パーティー全体の絆はパーティーレベルと呼ばれ、仲間たちが大きな試練を乗り越えた時に成長をしていきます。パーティーレベルが成長することで、今作で新たに追加されたキャラクターたちのスキルツリーが拡張されていきます。スキルツリーで能力を解放していくことで、キャラクター自身の強化やバトルシステムに
新たに追加された連携スキルも覚えていくことができます。今作のバトルの魅力として、多くの主人公の中から好きなバトルメンバーの組み合わせをプレイヤーの好みによって選択することができるという点があります。もちろん連携スキルは全てのメンバーの組み合わせに対して等しく用意されておりますので、気になるバトルメンバーの組み合わせを試行錯誤し、好みに合ったスキルツリーへと成長させてみてください。またスキルツリーはいつでもリセットしてやり直すことができますので、安心して試してみてください。アクションと戦略性が融合したバトルシステムにキャラクターたちの連携要素が新たに加わり、さらに戦う者たちを熱く盛り上げます。ぜひプレイステーション5でファイナルファンタジー7リバースを体験してみてください。